大谷川橋梁は、福島県大沼郡三島町の大谷川に架かる、東日本旅客鉄道、只見線の鉄道橋である。国鉄合図線の合図柳津駅合図、宮下駅間の延伸工事に伴って1939年に完成し、1941年に供用開始した。合図西方駅合図宮下駅間の阿賀野川。 水系畳み川支流である大谷川に架か,かる全長82.14メートルの橋梁である。単線回復式上路一連 RC アーチ橋の形式である。アーチ士官45メートル、アーチライズ15メートルであり、完成当時の日本国内では、鉄道橋として最長士官の RC アーチ橋であった。戦前に建造されているにもかかわらず耐久性に、 優れており、RC アーチ橋として今も美しい曲線を見せている。2021年に17施設からなる、タダ見線鉄道施設群の一つとして、土木学会線小土木遺産に認定された。大谷川に架かる、タダ見線、国道252号、県道237号の橋梁はすべてアーチ橋となっている。 宮下橋のアーチ橋は本橋梁より低い位置にあり、新宮下橋のアーチ橋は本橋梁よりさらに高い位置にある。この高低差により、宮下橋付近からの本橋梁及び新宮下橋を含めた構図や、新宮下橋からの本橋梁を俯瞰する構図が、鉄道ファンやカメラマンの撮影ポイントとなっている。ありがとうございます。